はい、タンタンです。ヘッドウェイのこちらのモデルが入荷いたしました。ですね、ちょっとフィニッシュが変わってるモデルで、 HF の415ですね、トリプルオースタイルの、モデルになるんですけれども、漆のスタンダードモデルですね。漆フィニッシュになっております。漆塗りで、まあ、こう見た目のこう質感がかなり独特の、こういった感じの質感になってますね。非常に塗装が、塗装というその漆の、ね、塗りが薄いのが、見ても非常によくわかるかなと。ボディ全体もそうですし、ネックの方なんかを見てもそういった薄さがすごく感じられる。特に多分目止めとかもしてないので、非常に、雰囲気のある、仕上がりになってるかなと思いますね。なかなかこういった塗装というのは非常に手間もかかるし難しいとは思うんですけれども、まあ、非常にうまくやってあるのかなと思います。で、モデル自体は HF の415で、いわゆるスプルーストップの、ローズサイドバックですね。こんな感じのモデルになってまして、いわゆる28スタイルではあるんですけれども、バインディングはこれ黒になっていますね。これちょっと引き締まった感じの、見た目になってるかなと思います。で、感じの音の方なんですけれども、よいしょ、結構ね、こう最初からパリッとカラッとした感じで鳴るんですよね。ヘッドウェイの他の普通の ATB ですとかスタンダードのモデルなんかとは違った感じの音の雰囲気かなと思いますね。やっぱり塗装の質がこれだけ違うと、こう独特の音色になるのかなと。で、まあ、指で弾いてももちろんそうですし、こうピックでね、抜ける感じの音色がして、非常にまあ聞いてて気持ちいい感じの音かなと思いますね。このあたりはやっぱりこの塗装の塗りの薄さっていうんですかね、そういうのが大きく影響しているのかなと思います。なかなか今までにない感じの音色かなと思いますね。結構ねローズなんで、もうちょっとなんて言うんだろうな、こうまろやかな低音というか、そういう感じにねどうしてもなりがちなんですけれども、結構バリッとローズでもはっきりとした感じの全体の音色なんで、こう最初からちょっと使い込んだっていうかな、そんな雰囲気も感じられる、そんななりの一本じゃないかなと思います。なかなか手の込んだ
楽器なんでね、数は非常に生産数抑えて、少ないようですけれども、今回1本なんとか入荷いたしましたので、ご紹介の方をさせていただきました。こちらヘッドウェイの HF の415の、漆スタンダードですね、はい、こちらの方店頭にて販売しておりますんで、ぜひね、こうあのなかなか見る機会も多くないと思いますんで、ご来店いただいて試奏していただければと思います。それではタンタンでした。